今回は室内で撮影をする時のストロボを加えて撮影をする日中シンクロですねの方法を説明したいと思います。まずこちらの画面をご覧ください。今回の撮影はこのようなシンビジウムを撮影する状態です。マクロレンズでこのような位置から撮影をしております。こちらは絞りが 2.8 でシャッタースピードが50分の1秒というシャッタースピードになっています。露出をオートで評価速攻ですが、撮影をすると窓際ですのでこのような形になります。そこでもう少し露出の補正が必要ということで、露出の補正をしたのがこちらですね。こちらが1段階露出補正をして撮影をするとこのようになります。非常に綺麗なんですが、やはりこちらのですね、このシンビジウムの筋というか花びらのですね、美しいラインがあるんですけども、その美しいラインが出ていないので、もうちょっと絞った方がいいと思います。そこで少し絞りを変えてですね、表現したものをお見せしたいと思います。こちらが絞り8で撮影をしたものです。絞りを8にしますと花びらのこの筋がですね、少し見えてきます。このぐらいの感じになるとちょうどいい感じに見えると思います。あまり極端にですね、絞り開けすぎてボケすぎているよりもこのぐらいの感じで出た方が感じとしてはいいと思いますね。こちらは先ほどの1ではなくて3分の2絞り、すなわち 0.7 絞り分露出の補正をしています。こちらの場合ですと少し明るすぎるということなので、このような露出で撮影をします。実はこれこの跡があるからということなんですね。この露出で撮影をしておいてストロボを使います。ストロボの状態はこのようにですね、使います。なぜ、頭につけないかということなんですが、カメラの角度から言ってですね、フォトシュー部分にストロボをつけてしまうと方向がですね、このようになってしまいます。これでは方向が良くないわけですね。天井にバウンスさせることができなくなってしまいます。窓から外に光が行ってしまいますので、やはり天井からのバウンスを使うということになれば、このような角度から撮影をする必要があるということですね。ということで延長コードを使ってですね、カメラからストロボを外してこのようにトップバウンス、すなわち天井にですね、ストロボを当てて光を上から落としてくるという形にします。使っているストロボなんですが、ガイドナンバー36あります。そのガイドナンバーを、36あるガイドナンバーをパワーレシオを4分の1にして焦点距離70ミリにしますので、実質上は2分の1と同じですので、パワーレシオは2分の1相当の光、ガイドナンバー22ですね、ガイドナンバー22のストロボを天井に当てているということです。それでは実際のストロボが当たった状態を見ていただきたいと思います。これがストロボで撮影をした状態です。これですと逆にちょっと見て何か違和感を感じると思うんですが、トップバウンスだけの光なんですね。ちょっとシャッタースピード見てください。こちら60分の1になっています。通常ストロボはですね、60分の1にセットしていることが多いんですけども、例えばオートのストロボを使うと自動的に60分の1になってしまうとかですね、そういうこともあります。よって60分の1で撮りますとストロボの光だけで撮る形になりますので、絞り8で60分の1にしてガイドナンバー22のストロボを天井に当てるとこのような感じで映るということです。先ほどの写真の明るさ、このふわっとした明るさが意味がない。ところがですね、この状況にですね、このストロボの状態を加えるわけですから、このストロボ光が加わることによって出来上がりはこのようになるということです。いかがでしょうか。だいぶ明るいですね、非常に柔らかい感じが出てると思います。このイメージを撮影をするにはストロボを加えたからということですね。逆光の光でだけですと、こちらの花芯の方には光が当たりきらない。そこでこのストロボのこの光がこの画面に加わることによって、この写真とこのストロボの感じが加わって、そしてこの感じになるということです。このようにしてですね、撮影をすると非常に柔らかい綺麗な写真ができるということです。
実際に見た目の状態とはですね全く違ってしまうということがよく写真ではあるんですけども、これは光の露出です、露出の差ですね、明るさの差がですねこのような状態をもたらしてしまうわけです。その露出の差をですねストロボで埋めてあげるということですね。ただしこのストロボが強すぎてしまうと影が強く出てしまいますので、天井に当てた光、その天井に当ててストロボを当てた光をバウンスして戻してくる、光が戻ってくることによって光の不足していた部分に光が柔らかく加わるということです。よって出来上がりの写真はこの写真ということなんですが、先ほどフラッシュを離して使ってますから角度を自由に変えられるんですね。ですのでこのガイドナンバー22のストロボをですねいろいろな角度から当てています。ちょっとこの差を見ていただきたいと思うんですが、この写真とですねこの写真いかがでしょうか。よーく見てください。この写真とこの写真とこの写真、すべて光の当たってる感じが違います。これはですねマニュアルのストロボにして、ストロボマニュアルにもしてるんですが、そのストロボをですねマニュアルにして天井に当てる角度を変えてるわけです。天井に当てる角度を変えるとこのように光の位置が移動してですね、この中で最も光の当たりのいいところを選んであげればいいということです。まあ、結論を言うと、この写真が一番良かったということになります。いかがだったでしょうか。ストロボの当て方、そして、日中シンクロ、ストロボをうまく加えてあげることによって、今回のような結果が生まれます。見た目の場合はですね、見た目の場合と実際の写真の露出というのは非常に違いがありますので、写真はですね露出で決まってきますので、その露出の加減、露出の不足している部分をどうやって補うか、例えばレフ板を使う、もしくは今回のようにストロボを使うということによって実際の見た感じ、柔らかな光のイメージをですね再現することができると思います。ぜひ参考にしていただければと思います。